リバティバランスを打った男は1962年制作のアメリカ映画ジョン・ホード監督作品モンタナ州立大学教授ドロシー・ C、M ・ジョンソンが1949年に書いた同名小説をジェームズ・ワーナー・ベラとイリス・ゴールドベックが共同脚色した異色性部劇映画クライマックスの決闘のシーンを終盤に持ってこず中盤で行い 終盤で決闘シーンの謎解きの種明かしを行うという前代未聞の展開を持つ作品である。また、ジョン・ウェインとジョン・フォードがコンビで制作した最後の西部劇映画でもある。この作品でリバティバランスを演じたリー・マービンは元来悪役専門のイメージが強かったが本作で主演のジョン・ウェインと渡り合う演技を見せつけ悪役のイメージを払拭することに成功し一躍注目され、 スターダムにのし上がった。なお、バートバカラック作曲、ハルデビット作詞で、ジーン・ピットニーが歌ってヒットさせた、リバーティバランスを打った男は、この映画のために作られた楽曲であるが、作中では使われていない。上院議員ランスが、西部の田舎町、新聞にやってきたのは、牧場主、トムの葬儀に出るためだった。25年前、ランスは、 新米の弁護士でこの町で開業しようとしたが、荒くれ者リバティに身ぐるみ剥がされたのであった。美人のハリーが給仕を務めるレストランで解放されたが、この町では銃が必要というトムには正義感から耳を貸さなかった。しかし、報道の自由の志を持つ編集長ピーポディがリバティ一味に襲われると、リバティと対決すべくトムに射撃を習った。 町から大議員を選出するときリバティも名乗り出たが、ランスが選ばれ、町の嫌われ者リバティは面白くなかった。一方、トムは、ハリーとの結婚を夢見て、新居を建てているところであったが、ハリーがランスを解放する姿を見て、ハリーの恋心を感じ取った。リバティとの決闘でランスは見事に仕留めた。その後ランスは、ハリーと結婚し、リバティバランスを打った男として、 正解を上り詰めるが、ありがとうございます。